えー、今日の第1弾のお、えー、研究者、ご紹介しますとお、宮田誠先生です、大阪市立大学大学院理学研究科の教授をされております。えー、宮田先生、どうぞお越しください。えー、宮田先生は、えー、マイコプラズマ愛 <laughs> ということでお話しいただけると思っております。では先生どううぞよろししくお願いいいままますすありがとうございます、えー、ただい、ま あご紹介いたただきました宮田誠ですで私たちの研究をご説明するために大阪市立大学からやってきました。で私が今からお話しするのは滑走するマイコプラズマについてです。よろしくお願いしますで。生き物は非常に興味深いです。そしてさらにその生き物の特徴である動きも非常に興味深いです。それで私は大学と大学学と院の 六年間の間、筋肉の研究をしました。ちょっとこれ、重いから、こうみたいな。<laughs> それで、えっ、ー、と、まあ、いいや、こういうとこ。それで、で、ところがですね、すみません、押してしまいました。えっ、ー、と、こうか。そうですね。 それでところが5年間、えー、その6年間研究をしている間に一つの疑問が生じてきましたでそれは筋肉の研究というのは非常に興味深くて素晴らしいんですけどもそれまで先人たちによって素晴らしい研究がたくさんなされてきたので更、えー、に新しいことを見つけるのは難しいように思えたんですでそれは後で考えたら全くの間違いであったということが分かりましたけどもとにかく私はそれで新しい生き物の動きを探す旅に出ました。 でところがそれはなかなか簡単なことではなくってなぜかというとこれはあの皆さんもよくご存知のアメーバ運動ですけどもアメーバのような筋肉に何にも関係のないように見えるようなものでも実はそこに筋肉の原型がありますでアメーバも筋肉の原型でもって動いてるんですところが1996年に私はマイコプラズマという、えっと、病原性のバクテリアが 筋肉とは全く関係のない運動、滑走運動をしているということに気づきました。でこれが最も速い種類のマイコプラズマモービレっていうものですけれども、これはリアルタイムのビデオです。それで、えー、と見てお分かりいただけるように、マイコプラズマは片側が細くなっていて、常に細くなっている側に向かって動きます。でこれはガラスのなどの、えー、と固形物の表面でしか動かなくて、でそれを滑走運動と言いますで。その速度は、えー、と毎秒4.5ミクロンにも達します。 でマイコプラズマというのは何でしょうでそれはいろんな動物や植物に病気を起こすバクテリアの1グループです。で、えー、とそれは、えー、と最小生命体としても知られています。で3年前と2年前に、えー、と世界的にマイコプラズマ肺炎というマイコプラズマが起こす人間の病気が大流行してそして天皇陛下も感染されたことは記憶に新しいかと思います。 で、さっきお見せしたのは最も早く動くマイコプラズマですけどもこの肺炎のマイコプラズマはどうかっていうと肺炎のマイコプラズマもやっぱり同じように動きます滑走運動しますでこれもリアルタイムのビデオですけども筋体の片側が細くなっていてその細くなっている側に向かって常に動きますでこれも筋肉とは全く関係なくて筋肉の原型すらありませんで私たちはこのマイコプラズマの滑走運動このミステリアスな滑走運動を 私たちは独自にそのメカニズムを明らかにしていくことを決意しました。でじゃあ未知の運動メカニズムを明らかにするには何を調べたらいいでしょう。でそれは例えばそれが機械であると考えるとこういうことになるかと思います。車輪は何であるかそしてエンジンは何であるかで足場は何であるか必要はどう燃料はどうとこういうふうになります。これを一つ例えて言うと。 例えば、あるものはですね、ガソリンの燃焼によるエンジンに生じた大きな力をタイヤに伝えて。サーキットを走ると、そういうことになるかと思います。で、それで想像するのは、まあ、だいたいこんなようなものかなということになります。で、これを今から一つずつ、えっ、ー、と、説明していこうと思います。まず、私たちは車輪を探しました。車輪にくっついて、そして、その動きを止めてしまうような物質を。自分たちの研究で作って、それはその物質は抗体という。 呼ばれているものですけれども、その物質を滑走しているマイコプラズマにかけてみました。でそうするとまだかけてません。今かけましたで。そうするとだん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 マイコプラズマの滑走運動が遅くなって、遅くなって遅くなって最終的にはガラスの表面にこうピタッと止まってしまいます。これは私たちが車輪を特定することができたということになります。でさらに、 この物質を使ってマイコプラズマの表面を染めてやると、この赤い部分が染まりました。すなわち車輪はここにあるということです。車輪があって滑走の装置もここにあるということになります。で、さらにその装置の構造を丁寧に見るために、私たちは瞬間的にマイコプラズマを凍らせて、電子顕微鏡で見るという方法で観察しました。で、その凍らせている様子がこの右のスライドビデオですけども、 えと上っ側にマイコプラズマがあって下側には液体ヘリウムや液体窒素で凍らせた銅のブロックがあってそこに叩きつけてマイコプラズマを瞬間的に凍結します。でこの方法で見るとたとえ車輪が速く動いていたとしてもあるいはこの車輪が非常に壊れやすい構造であったとしても電子機微鏡ではっきり見ることができます。そして観察してやるとこのようにこの黄色い点々のところで示してある部分ですけども 車輪ではなななくくててんんか細いいい足みたたものがたくさん生えていますだからここで結論が出たのは車輪は足だったということになります。でさらに研究を進めて私たちはマイコプラズマの表面の構造がこういうものであるということを明らかにしました。えー、とここにあるぬいぐるみと大体同じような形をしていますで。これはその作ったものですけどもで、えー、とこの黄色いごめんなさいピンクの部分が滑走の装置で そしてその滑走のの装置は約400のユニットからできていますでそのユニットの一つ一つから柔らかくて細い足のようなものが生えていてその足が多分固形物の表面を掴んだり引っ張ったり離したりしてマイコプラズマを前に進めるそういうふうに考えられますでこの足は物質でいうとタンパク質でできていますでこのタンパク質を足のタンパク質を 取ってきてきそれを電子顕微鏡で観察したののがこちらの図になりますで、えー、と電子顕微鏡像はそのままでは、えーとえー、と慣れてない人には見づらいと思うので色を塗ってみましたでそうすると細い足のような部分があって先端にまあフットのようなちょっと膨らんだ部分がありますいかにも足という形をしていますでもう一遍色を外すとこういうふうになりますこんなふうになりますで これはですね、この足の構造は、足のたん質の構造は、えっと、ノーベル賞学者のアーサー・コーンバーグ先生に、えっとえっと、注目していた,だけ、ま、いただきました。ごめんなさい。でコーンバーグ先生は、遺伝子操作の父と言われている方で、そしてまたご子息子もノーベル賞を取られたことでもよく知られています。で彼は非常に、えっと、英才教育をお子さんやお孫さんたちにされていました。で晩年コーンバーグ先生は お子様やお孫さんたちに伝えたことを1冊の絵本に表されました。で大変光栄なことにその絵本の1冊のそ絵,本絵本の1つのページに私たちのマイコプラズマの足のタンパク質の写真を掲載していただくことができました。でですね今お見せした足の写真ですけどもこれは電子顕微鏡で見ていますから、えっと、カリカリに干からびた状態です。でところがタンパク質あるいは生物の構造っていうのは ご存知のように、えーと、水の中、濡れた状態で、生の状態で働いています。当然です。ですから、乾いた足ではなくて、生の足のタンパク質を見たいんです。で、あの短く言うとこう生足ということになります。でですね、生足を見るために、私たちはこの高速原子管力顕微鏡という大発明の、えー、と顕微鏡に注目しました。こここれはですね、えー、とここに ある金沢大学の安藤敏夫教授らが、えー、と達成されたあの大発明です。でその左側に模式図があってその右側に実際の写真があります。で注目していただきたいのはこの真ん中の緑の筒の部分です。で筒の部分の上にガラスがあってでその上に、えー、と観察したいタンパク質を載せます。でそしてハードディスクのこの針のようなもので。 こう細かく表面をなぞることによって、そのタンパク質が水中でどんな動きをしているかということを明らかにするわけです。で、観察した生足がこちらになります。足のタンパク質は非常に面白いことに、2つの大きな塊に分かれていて、そしてその間が柔らかい紐のような細い構造へつながっていて、それがえっと高頻度に伸びたり縮んだりしています。これもリアルタイムのビデオです。 で次にエンジンの話をします。でエンジンですから当然金の中にあります。でこれは金を外側から見た電子顕微鏡像ですけれども私たちはこれに洗剤をかけてそして膜を除去してエンジン以外のものを除去してエンジンを可視化しました。でエンジンはこんな構造をしていました。なんかクラゲのような構造で、えー、と右の部分がクラゲの頭で傘の部分で左部分がクラゲの足のように見えなくもありません。で 次にこの遺伝子操作をしてエンジンを光らせてどこにあるのかを見てそしてどのような挙動をするのかを調べました。で、これがエンジンをエンジンに光る工夫をしたタンパク質の模式図でこれが菌の像で光るエンジンです。で、その次に足も光らせてじゃあ足とエンジンを重ね像を作ったらこうでもっと拡大するとこういうふうになります。で、私たちはこれで、えー、っとエンジンおよび菌の全体像を得ることができました。 でそれはこのようになりますこれが変な音もついてますけどこれがエンジンの構造でその外に細胞の膜がありますでさらにその外に今日はお話ししませんけども私たちがクランクと呼んでるタンパク質があってでその外側に足のタンパク質がありますで滑走します <laughs> ありがとうございます それでこの構造を 3D プリンターで表したのがこれで,でさらに私たちは 3D プリンターの生物学分野への応用を考えていろんな可能性を探っていますでそれを Facebook で議論していますので,で皆さんもぜひ一緒にえっと議論に参加してくださいでそ,れがそしてこれがえっとマイコプラズマによる癒しですでこの右下にあるのがえっとマイコプラズマの 3D プリンターで作った型を用いて作ったチョコレートで今会場にお持ちしていて会場におられる方には えとえー、とお配りします。それで、えー、と私、ここに持ってるこれもそうです。ありがとうございます。えー、ぜひマイコプラズマ味わってください。でそれと,、えー、と、そのマイコプラズマの左、チョコレートの左上にあるのが以前から作ってる、えー、と缶バッジですので、それも好きなだけ持っていってください。で次、足場ですで。足場ですけども、今度はマイコプラズマ、滑走しているマイコプラズマにある物質を加えると、今度はですね、 ママイコプラズマがざっと外れていきますでこれは何をかけたかというと、皆さん右上が、えー、とよく世間を騒がしているインフルエンザウイルスですけれども、インフルエンザウイルスが結合する対象はシアル酸オリゴ糖といいますで。そのシアル酸オリゴ糖をガラスに結合していない状態で流したのがスライドです、ビデオです。よすなわち、マイコプラズマはもともとガラスの表面にくっついて固定されているシアル酸オリゴ糖を掴んだり引っ張ったり離したりしているんですけれども、有利のもの、えーと、固定されていないものが来ると、それを掴んで、 あの外れてしまうわけです。で、さらに次には出力の話ですけども、出力はこのようにして測ります。すなわち顕微鏡下に強い光を当てて、えーと、物体を操作する方法があって、それを光ピンセットと言います。で、私たちはこの光ピンセットを使って、えー、とマイコプラズマの出力を測ります。で、マイコプラズマの、この左に見えてますけども、マイコプラズマの尻尾のところに小さいガラスの、ごめんなさい、プラスチックの粒をつけて、 そして、マイコプラズマにそれを引っ張らせます。そして、光ペインセットで粒を捉えるわけです。捉えたら、マイコプラズマも,もう逃げられなくなって、そして力を測ることができます。で次に燃料ですで。燃料はどうやって特定したかというと、こういうふうにしてしまいました。まず最初に、これ、ただ何でもしてないマイコプラズマですけれども、そこに洗剤をかけて、マイコプラズマに膜っに穴を開けて、マイコプラズマを殺してしまいます。 で次に DNA が絡まって邪魔になるので DNA を酵素で除去しますで除去した後に ATP という物質を入れますでそうすると数秒の間にマイコプラズマの死骸は元とと全く同じように動いてその動きが1時間続きますですからこれは 滑走の装置が残っていて、ATP が燃料でそれを加えると、元と同じように動いたということを意味しています。そして私たちは現在、これまでの研究成果をまとめて、えーと、マイコプラズマの滑走運動のメカニズムはこのようなものであるというふうに考えています。でさらにこの感動を生物学とは違う分野の方に伝えるために、スマートフォンの、2つのスマートフォンアプリを使っ作って、開発して、それを公開しています。この、えー、と QR コードであのすぐダウンロードできますから、皆さんぜひお試しになってください。 で今までは、えー、とこれまでの,あの研究についてお話しましたけどもこれから3つ現在取り組んでいることについてお話したいと思います。で、えー、とマイコプラズマ以外にも実はよく見ると現代の科学の,あの技術の進歩のもとで見るとですね、マイコプラズマ以外にも筋肉と何の関係もない生物の動きっていうのは結構あります。で、私たちは、えー、とプロジェクトであのそれらの 筋肉とは全然関係のない珍しい生物の動きを新しい研究テーマとして確立するためのプロジェクトを行っています。でそしてこれが2つ目ですけども、えっと、今ご紹介したもの含めてマイコプラズマには3つの動きのメカニズムがあります。で私たちの現在取り組んでいるのは、えっと、マイコプラズマのけん運動の研究を極めてですね5年から10年のちにもうあのマイコプラズマのけん運動の研究は何もやることが残ってないっていうぐらいまで 極めようとそういうふういいふに考えていますでそして私は、えー、とテーマを探すのが研究者人生であると考えていますからこの5年から10年間の間にマイコプラズマの研究を完成させるのと同時に次の,あの新しい面白い研究テーマを見つければいいなというふうに思っています。でえー、と皆様に感謝いたしますどうもありがとうございました。 えー、宮津先生ありがとうございました。あのかぶってらっしゃったのはマイコプラズマですよね。はい、マイコプラズマ、あの皆さんにチョコレートも、えー、缶バッチも持って是非持って帰ってください。えー、宮津先生、どうもありがとうございました。